突然ですが、これは過去動画、リアのドラムいろいろつけてきました。ダミーの、これ板ですね、アマゾンで。ダミーのディスクブレーキ風、なんか違う。なんか違和感。外したらぐにゃぐにゃになりました。そして半額だったゴールドのカバー、やっぱり赤の方がいいなーって取り付けて1日ですが、塗ることにしました。耐熱スプレーのレッド、そしてクリア塗装をしてツヤツヤにしました。やっぱり赤がいい、そう思いました。お気に入りのドラムカバーです。ワークスレーシングって言うてました。この時は2年前、ドラムカバーとお別れをします。今回はハヤスレーシンアルフィンドラム、これ取説です。純正は 2.83kg、 アルフィ 1.53kg、 イータラ 2.6kg の減量。そして私、体重96キロから昨年を83キロにして、今年は89キロリバウンド、現在体重6キロ増です。ボンネットのリアスポカーボンにしたから、どういうこと？多分4キロぐらい、ワークスが減量ですよね。補強類で3キロぐらい増してるの、結局3キロぐらい増量買って、痩せたらええやんって話、ややこしい話です。言われることあると思います。ヤギ座がまるで、ゼビウスの、懐かしいですよね、ゼビウス。ワークスゼビウスですけどね、これ。まるで、敵キャラの無完成飛行隊ゾジーのようでした。ゾシーですよ。アンドア・ジェネシスにも見えてきました。ゾジーを思い出しました。ゾシーですね。ステッカーついてます。そしてバックギアに入れまして、タイヤを外していきました。こちらは自己責任動画となりますので、決して真似をしないようにお願いいたします。そしてこれハブス、これドラムカバー外しますね。そして取説を読み上げてみました。ドラムね、錆止めのオイルを塗布されています。錆止めがついてるらしいです、裏面にね。だから脱脂してくださいって書いてましたよ。玄関汚れますよ。もうすれすれがなくなりましたね。しっかりと拭き取りしました。外す前にこれサイドブレーキ解除絶対しましょうって書いてましたね。これ気をつけないと壊れるらしいです。そしてこれ8ミリぐらいのお家にあったこれボルトを、錆止めをちょっと拭いてから均等にくる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 入れていきます。均等に入れたらカバーが浮いてきます。カポリと外れました。中は汚かったです。まるでガルバーラ、いやトーロイドにも見えてきました。いやゾルバク、これドラムカバーはゾルバクですね。ということで、ブレーキクリーナーを拭いて汚れを下に下に落としていきましたら綺麗になりました。これシューのチェックですね。これ厚み減ってはないような気はしました。そして中を拭き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 綺麗にしました。シューの当たり面をまた読んでますよ、独り言です。紙やすりでなんかこう削ってくださいって書いてある。なんとなく削りました。こんなんでええんかな、わからないですけど。そしてもう一回きれいに中を、もう 水分がもうないようにですね、きれいきれいしましたよ。そして本体取り付けです。はめるだけ、カチャッとな、くるくる回りましたね。これでいいのかな、
ってちょっとブレーキを踏んでみましたって感じですね。はい、そしたらスペーサーですね。これ汚いスペーサーも再利用しなしゃあないですねっていうことでちょっと磨きました。そしてパーツクリーナーで汚れを落として拭き拭き気持ちだけ掃除しました。そしてスペーサーをはめてハブスですね、呪文を唱えました。パチッとはめていつも通り復旧タイヤをくるくる回してみました。反対側も同様に早送りです。ちゃっちゃと終わらしました。雨が降ってきましたんでね、雨の中作業をしていますよ。はい、ということでトルクレンチでカチッといつも通りの復旧、もう今日雨降ってるんでね、タイヤの中は掃除しませんでした。いつもならするんですけどね、水洗い。ということで完成しました。ワクワクワックスレーシング。最後までご視聴ありがとうございました。アルミ素材の放熱効果で高温になるリアブレーキドラムの熱を低減するパーツです。そして左右2枚で約 2.6kg の足回りの軽量化が図れる商品となっています。デザインはまるでゼビウスに出てくるギザギザがゾジーのようでした。ゾシーですね。パッと見は遠目では目立ちませんが、やっぱりかっこええなって思いました。欲しいなって思ってたパーツ、今年はつけようと思いました。本物をつけるとやっぱり気分が上々していきますね。ドラム化は赤色ともお別れ、1年半か2年ぐらいワクワクさせていただきましたので、こちらはまたオフ会にでも持っていこうと思います。チャンネル登録よろしく。